とりあえず9がついてて、心眼でね、即死しちゃってさ、ちょっと心眼に対してちょっとなんか嫌なあれがありますね、もう僕は。今ランキング100位に入ってますね。もう僕今もう30何位だよ、もうやばいやろ。やばいでしょ。もったいねえ、俺のもったいねえ。もったいねえ。まあ僕は芸者チェイス苦手ですから。はい、陽平 36% だよ。みんな陽平 36% ってことはシンガーも 50% だよ。64%。はい、みんな2人バチった。さあ救助よろしく。しみげしみげ足げちんげ。今から戻ってくるの？ゴーシー、え、今から戻ってくるの？さらにナイスナイス救助。僕はもうイモイモするよ、イモイモ。沈黙表示。まや、沈黙だけや。沈黙や、もうダメじゃん、これ。下ネタやん、ただの。ただの下ネタなけん。これ誰も釣れたいからさ、くっそくっそ流れいいよ、みんな。くっそくっそ流れいいよ。俺がチェイスして1台上がったみたいな感じだよ、これ。違う。沈黙に答えろ、沈黙に。ああ、ありがとうな。沈黙と死に気。俺、救助行きたくないんですよ。心眼ダメよ。心眼心眼。オッケーオッケーオッケー、やっと気づいた。賭けですね。そのまま調光師を追うか追わないかはね、心眼は多分追うことにかけたんやろね。救助はね、傭兵ちゃんで、救助傭兵ちゃんよろしく。わあ、出た。危機一発あるから、危機一発ある人が救助行かないといけないっていう、そういうやつかもしれん。俺が救助行くわ、みんな救助行きますわ。俺がもうようやく鼻から救助するあれがなかった。うっそー、ひでえ。俺かぼちゃに引っかかった。かぼちゃにかぼちゃで引っかかった俺。左全部使いましたね。俺に来る時にも2本使って、その後芸者とチェイスして2本使ったんじゃないかな。早くない傭兵こいつ。早くないか。過激の余地あったよね。もっと
駆け引きの余地あったよね。早くないか。市民劇救助。ヘイ。調光師今16ファーですか。それは無理。何してたんやろ。イモってたか。なるほど、イモってたかもしれん調光師が。で今。瞬間移動を剥がしたんで、調光師も鬼解読で、傭兵と一緒に、うん、行きましょうか。傭兵と一緒に。何しよんこいつ、何しよんあいつ。あ、俺がおると思って一回そこに入って、一回そこに入ってからの風船攻撃しようとしたよね、明らかに。変だったよね。傭兵早いんやって傭兵。目の前で解読しちゃろうぜ。俺左な。で俺を釣るから、よえ、肉焼き。あ、オッケー。傭兵ダウンするから心眼に任せます。怖っ、大丈夫かな。怖っ、心眼任せますと言ったら心眼解読バリバリしてんじゃん。心眼バリバリ解読してんじゃん。はい、みんなファーチェ誰でしょうか。わ、シミゲーがもう120秒チェイスなんですけど、シミゲー120秒チェイスだよ。シミゲーが、間に合うかな。沈黙が締め手配。沈黙が締め手配です。え、なんでステッキ2本もあるの。おかしくない。何個漁ったんあいつ。